岡田監督二軍キャンプ視察コメント。二軍キャンプの若手の様子を見てえらいアピールしよったな鈴木、100超えたよ一人で最後まで、でもええボール投げとったけどな、去年の最後の方からようなっとったんよ。森木の様子は去年と比べると、和田も言うとったけど波がすごいあるってな、今日はええんちゃうかなと思った。紅白戦の楽しみができたか、バッターに立った時にどういう投球するかやよな。若いピッチャーはまずそこや、そこで抑えたら自信になると思う。ベテラン陣は順調そうか、岩貞が一番良かったな今日ね。高校生のショート2人は1年目でな、高校からで守備でも見とっても別にそんな悪くないんちゃう。紅白戦は2月11日、2月12日に開催予定。